テストマーケティングを行う直前だとか、あとはネットビジネス、ネット物販を始める直前に思いっきり躊躇してしまう。特にお金がかからんでいるタイミングで躊躇する方っていうのは多いと思うんですよ。やったことがないこと、慣れてないことを行う。そういうタイミングって怖いと思うんです。慣れてないから不安になったり、心配になったりすることあると思うんですが、その不安や心配、その恐怖よりももっと恐怖すべきことって別にあるんじゃないんですかってこと。 じゃあ、本来何に恐怖すべきか、何を一番心配すべきかっていうと、しないってことだと思います。商品を売ることを繰り返していくことによって、物販ビジネスっていうのは初めて展開できる商売なので、手すまをしないってことは、物販をしないってことに、 なります。で、物販をしないってことは、今までの生き方と何ら変化のない生き方を今後も続けていくっていうことになると思うんですね。同様に、ネットビジネスやろうって思ったのにしないだとか、ネット物販やろうって思ったのにしないっていうのは、しない方のリスクの方がめちゃめちゃ多いと個人的には思います。 もちろん、いろいろなネットビジネスの人たちがいるし、中には詐欺まがいのものだとか、全くサポート体制がずさんなスクールや塾だって存在してますから、じっくりと時間かけて考えていくことは大切ですが、単純にやるっていうこと自体に対して躊躇している人っていうのは、やらないっていうことに対する恐怖心っていうのが、まだまだ気迫なんじゃないかなって思います。学習塾の主任講師をしていた時に、この生活があと10年15年、 年続いたとしても自分自身は確かに生きていけるかもしれない肉体とすればしかしながら精神的にこのままだと廃人になってしまうぞっていう風に思ったんですねまあ自分はどうにかこうにかやってきゃいいと自業自得なんでねそこはいいかもしれないけど本来守りたい人っていうのはもっと周りにいたりしますよねなるべく早く、まあ、実績を出して経済的にも時間的にも 余裕を持って親孝行したいっていう思いがあったものの、そして急いでいたものの、それでも父が亡くなるまでには私ってずっとバタバタして、6日父と会話することができませんでした。同様に、ばあちゃんも今96歳ですけれども、5年後うちのばあちゃんって101歳なんですよ。もちろん生きててほしいけど、確率的に考えると、ばあちゃんにしてあげたいことを1年後じゃなくて5年後でいいやっていうふうに、さらっと言えるかっていうと全然い。 言えないんですよね。やることに対する恐怖心でいっぱいになっている人って、そこに対して恐怖を感じてほしくないんですよ。だってその恐怖っていうのはね、 火事になって、自分がマンションの中にいて、こっから飛び降りたら足くじくかもしれないけど、後ろから火の手がガーッと起きてると。その際に、足くじくことを躊躇して、マンションから飛び降りることをためらっている人と同じように私は感じてしまうんです。がテストマーケティングで出したところで10商品中10商品全部爆売れするなんてことはないですよ。ないんですけど、別にそこで失敗したって、そんなの足くじくよりも、うん、軽傷ですよ。それよりも、自分が、 Ima. ずっと生きてきた中で自分らしさっていうのはここじゃないと思ったから新しい世界にバーンとダイブしたわけですよね。その新しい世界の中でずっと時段打踏んで立ち往生して動かないリスクの方がめちゃめちゃ高いじゃないですか。何もしないっていうことは今までの生活を続けてるのと何ら変わりのない人生をそのまま延長してるだけなわけです。何かしらの行動に出るということに対して不安がある人の気持ちはもちろん 理解しているんですがその行動しないっていうことのリスクの方がもう何兆倍も自分の中ではでかいと思うんでそれを比較したら単純に行動しないわけないじゃんって結論に5秒で足していただきたいと個人的には思ってやまないんですテストマーケティングしないでずっと時短打踏んで人生を先延ばしにしているところで何も解決しないのが分かってるから始めたにもかかわらずその先に行かないっていうのはめちゃめちゃもったいないというかなんか本当に余裕がある だなって自分は正直そういう余裕ってあんまないですいまだにやっぱり焦ってる部分あると思う高齢の母だったり家族だったり自分自身っていうのが守りたい人をなるべく早く守れるような状況に進んでいくためには日々頭を使って自分で必ず仮説を立てて進んでいくしかないんですよ自動的な情報だとかそういったことではなくて能動的に自発的に自分で考えながら進んでいくしかないんです悩んでてやらないっていうことに対する恐怖の方 がややるるっってていいいうととのんはは比べべ物ににななならないほど上でであるべきだと個人的には思ってやまないんですね本当はもっともっと早く進んでおけばもうちょっと父ちゃんと楽しく飲みに行けたかなとかそういうことを感じる後悔先に立たずですからそこに関してわちゃくそ言ってもしょうがないことではあるんですけれども急いだつもりでもまだまだ足りなかった。 今思えばね、もっと急ごうって思うのはいいけども、もっと何もしないでおこうって思う理由って一ミクロも自分の中ではないんですよね。不安の比較をしてください。恐怖の比較をしてください。自分自身も悩むことはありますから、決してね、自分が蚊帳の外で申し上げてるわけではないっていう点はご理解いただければ、後甚です。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。